はい、マンスリー不動産のアスマンスリーです。本日は株式会社 URI の橋爪健一郎さんに来ていただきました。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。はい、橋爪健一郎さんの自己紹介をお願いいたします。はい、はい、株式会社 URI の橋爪健一郎と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。不動産歴とか、はい、聞いても大丈夫。実は僕は浅くて、不動産歴自体は3年ですね。はいはいはい。3年ぐらいしかまだないです。その以前のご職業とかで聞いても大丈夫。以前はね、営業代行の仕事をして、はいはいはい、もう本当いろんな、社長様のからこういうの売ってくれ、こういうのをしてくれとかっていうことを代行して、やらせてもらって、お仕事のお手伝いをさせていただくと。いろんなことを知ってるって感じなんですね。いやいや、そんなまででございます。はい、ではじゃあ、そんな橋爪さんに質問していきます。はい、一つ目が、橋爪さんが、はい、得意なエリアってありますか？そうですね、まあ、実は私は、メインは賃貸の、住宅の方ではなくて、はいはいはい、テナント、特に飲食店専門でさせていただいているんですけれども、基本的には、まあ、京阪神全域をさせていただいております。うん、京都の物件も扱ってますし、はい、神戸の物件も扱っております。結構幅広く。そうですね、はい、させていただいております。ただやっぱり、物件数が一番、やっぱり、うちで預かる物件が多いのは、大阪が一番多いかなと思いますね。大阪のどのあたりは？もう市内ですね。飲食店の物件ってやっぱりある程度限られてくるので、はい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 、市内全域の、まあ、店舗を扱ったりしております。飲食店、そう、これから飲食店始めるよっていう方で、なんか大阪、まあ、市内で、はい、ここめっちゃ人気ですみたいなところがあります、はい、人気のとこですか？はい、人気のとこ、まあ、お店がもう集まっているところなんですけど、はいはい、やっぱり特に最近なんかで言うと、コロナ禍でも、はいはい、若い方がすごく集まってて、売り上げがそんなに落ちなかったって言われてるのは、まあ、天満のエリアだったりとか、やっぱまあ、ハブ駅としてやっぱり天王寺だったりとか、はい、っていうのは、すごく人気ですね。コロナ禍でも、はい、すごく問い合わせが多かったりとかはする地域ですかね。はい、そうなんです。橋爪さんの得意な客層っていうのは、はい、まあ、多分、ね、飲食始められる方がテナントで扱われてるんで、そういう方が得意だとは思うんですけど、まあ、賃貸で聞いてもいい？そうですね。私が賃貸を扱う場合っていうのが、いわゆるその飲食店様の、まあ、ご紹介をさせていただいて、テナントをご紹介させていただいた社長様だったりとかの、物件を探してくれと。ちょっとマンションを探してくれという形でマンションを探したりとか、はい、あるいは、地方の方ですね、東京だったりとか名古屋のお客様が、はいはい、大阪に進出される際に、はい、まあ、従業員の方をこっちに、はい、まあ、責任者を派遣される時とかの住居を探したりする際にお手伝いさせていただくことがございますね。得意な客層はやっぱそのこれから飲食始まる方の住居みたいな感じってことですよね。はい、うん、そうなんですね。でじゃあ、橋爪さんが他の営業マンの方と比べて結構ね、はい、得意な客層が特徴ある方だとは聞いて思ったんですけど、他の営業マンさんにここだけは勝てるみたいなとこってございますか？ここだけは勝てる、まだまだ、業界歴は短いんでそこまで自信が持てるっていうことはないんですけども、やはり住居と違って B2B、いわゆるそのオーナーさん、はい、社長様とお話しさせていただくので、うん、意外と不動産のことをご存知のお客様も多いので、不動産のいわゆるその、なかなか要は知られてないような専門知識だったりとかご存知の方が多いので、はい、結構大変ですね。まあ、そうですね、いろんな交渉いただくんですけど、割と腹を割ってしっかりと話して、こういう理由だからっていうことで交渉を進めていくと、すごいですね、いうことですかね。はいはい。じゃあそんな橋爪さんから見て、マンスリー不動産ってどう思われます？はい、実は先ほど言ってた、まあ、地方、まあ、地方というか東京から進出されるだったりとか、はい、そういった時とかに、要は立ち上げの段階で、短い期間でこっちに来られるだったりとかっていう方って、まあ、結構おられたりはするので、まさにそういう方にはぴったりだなと、そうですね、思いましたね。まあ、これは当然飲食だけじゃなくて、やっぱり東京と大阪間往来される方、っていうのは、やっぱりこういうマンスリーで借りれるっていうのはすごく魅力的だなとは思いました。現在もノマドワーカー結構多くて、はい、まあ、東京から大阪にちょっと借りたいとか多いですね、はい、実際に、はい、多いです多いです多いです、はい、
橋爪さんがマンスリー不動産でこの物件だったらお客さんに紹介できるよみたいなおすすめ物件ってありますか？おすすめ物件はもうまさに今日見てるパラゴンバイナンです。はい、はい、パラゴンバイナンはね、すごく綺麗で、見させてもらった中でも印象に残ってる住居かなとは思いますね。そうですね、はい、ここは、まあ、弊社扱ってる中でも一番綺麗かなっていうぐらいの。地区何年でしたっけ？地区2年も経ってないぐらいです。ですよね。経ってないです、はい、経ってないです。で、まああんまり人が使ったような、まあ、形跡もないですね。そうです、そうです、そうです、はい、そうなんですよ。で、まあ家具もついてるのでぜひおすすめはできるかなと。おすすめの、じゃあ設備ってあります？このパラゴンバイナンで、はい、そうですね。まあね、後ろのアイランドキッチンもそうですし、はいはい、ちょっと印象に残ってるのは、ベランダが広いっていう。ああ、確かに、はい。そうですね。ベランダ広いなっていうところですね。はい、結構ナスが洗濯物とか換気用だ。そうですね。ちょっとね、日光浴したりとかね。日光浴。はい。そうですね。できるかもしれないですね、日光浴も。パラソル立てて。なんかここだけリゾートみたいな。そうですね。はい。リゾートとしても使えるかもしれない。そうですね。はい。どこあるかもしれないですね。じゃあ、そんな、まあ、リゾートとしても使えるかもしれないこのパラゴンバイナンは、はい、どんな方にお勧めできるでしょうか？そうですね。駅も近いので、はい、こっちに単身で来られた方もそうですけど、うん、まあ、ファミリーも全然住めれる大きさなので、はいはいはい、まあ、ちょっとファミリーで、まあ、こっちに来られる方で、ちょっと、うん、まあ、次の家探す間の、まあ、仮住まいじゃないですけど、うん、そういうところにも使えるかなっていう部分だったりとか、うん、はい、まあ、単身者ももちろん、はいはいはい、住みよい町なのかなとは思います、ね。うんうん、そうですね。駅もだって徒歩3分で難波まで実は2駅って近いですからね。タクシーでも1メーターぐらいで。そうですね。まあ、西成っていう地域自体が、大阪の中で低所得者層がいるんじゃないのっていうイメージがあったんですけど、うん、だいぶ変わって。そうですね、今結構逆に人気の街になりつつ、はいはいはい、家賃安かったりとかするので、うん、人気の街になったりとか、うん、そので治安の問題っていうのが今もうほぼなくなったというんですか。そうですね、全然もう普通の街になったので、うん、今若い方でも女性でも全然安心して住める。全然ここのパラゴンバイナンもいますね、はい、女性一人暮らしで、はい、女性でも全然、うん、安心できる地域になったかなとは感じますね。でもまだやっぱりそうですね、内覧来られて、あ、全然いいやんっていうなる方はほとんどなんですけど、はい、やっぱりその西成区っていうワードだけを見て惹かれる方はいるので、ぜひ来てください。来てほしいです。一回見たら変わると思います。そうです、ぜひ来てほしいです。はい、じゃあ、はい、橋爪さんから、はい、まあ、イケてる営業マンの方をご紹介してほしいなと思うんですけど、はい、そうですね、いっぱいいるんですけども、はい、元民泊運営会社から、はい、まあ、不動産に興味を持って不動産に転向された平田智也さんをちょっとご紹介させていただけたらなと思います。はい、ぜひ、はい、次期待してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。